どこ激辛ジョニーです。今日もみんなの後ろに火をつけちゃうぞ。やってきましたー。はい、というわけで今回ですね、池袋にありますシビカラ、担々麺飯塚さんに来ております。こちらにはですね、過去に激辛、有吉ゼミで紹介された、レッドモンスターという激辛チャレンジメニューがあります。こちらですね、20分以内に完食すると、まあ、写真が飾ってもらえるという、チャレンジ付きのメニューになります。一応完食率は、100分の6ということで、今まで100人、大体100人中の6名が完食できたという辛いようなメニューになります。それでは行った人の感想を見ていきましょう。担々麺専門店シビカラ担々麺飯塚池袋駅東口から徒歩5分程度、こんな美味しい担々麺は今まで食べたことない、汗だくになるぐらい辛いのに息をすると口の中が冷たく感じる、などなど、いろいろ考えてますけども、まあ、辛さもさることながらチャレンジメニューじゃない普通のね、辛い担々麺も、味は評判ということで、実際食べに行ってみましょう。レッツゴー。さあ、それでは早速中入ってきたんですけどね、メニュー表を見ますとですね、まあいろいろレッドモンスター以外にですね、普通にちょっと辛い、担々麺ですね、いろいろあります。マーラー担々麺とか味噌辛麺とか麻婆辛麺とかいろいろありますけど、一応ねレッドモンスターに関してはこれはメニュー表には載っておりません。はい、まあ裏メニュー的な感じですかね。まあ家は出していただけるということなんですけども、なんとですねこちらのレッドモンスター、はい、店内に飾られているね、ラー油やら、唐辛子、これね全部入ってるそうです。そしてさらにですね、まあなんか特製の粉をね、上野の中そういう近くとかからねこう仕入れてね、激辛粉みたいな、こういうのちょっと得体の知れない辛さが期待できるかなと思います。あ、来ましたか。あ、お待たせいたしました。こちらがレッドモンスター。はい、いきます。はい、よーいスタート。いただきます。お手並み拝見し、すごい、ボリューミー。あ、これ団子の中も見てください、なんか赤いのが詰まってます。これはこれはえぐい、えぐい。ああ、肉団子うまいんですけど、これめっちゃしびれるな。
顔も締めてきた。やばいこれ。全然喉通らない。マジで濃厚。もうやばい。これやばい。これはいけそう。汗が止まらない。恐るべしレッドモンスターよ。これはきついわ。終盤のダメージが半端ない。辛いしビリビリしびれるし、山椒でスープ濃厚だし、これはえぐい。ちょっと待って、きついマジで。タイムアップ。
タイムアップですけど、はい、最後までチャレンジさせていただいてよろしいですか。全然よろしくお願いします。はい、よいしょ。見事ない20分は切れなかったっす。これはきつい。まさにモンスター級。ごちそうさまでした。食べ終わったね。このアイスでちょっと一口お口直しということで、辛かった。マジで辛かった。うん、あー、雪見大福最高です。うん、あー、それでは辛さレベルの発表していきましょう。シビ辛担々麺飯塚さんのレッドモンスター辛さレベル、じゃらららら、じゃあ辛さレベル 8.5 でーす。はい、いやー本当にきつかった。唐辛子の辛さもさることながら、ね、山椒が加わることによってね、よりねこのきつさが増したっていう感じで、本当に丸吉ゼミに取り上げられるだけの激辛チャレンジメニューだけあってね、本当にもうちょっと参りました。20分はちょっと無理でした。はい、めちゃくちゃ辛くなおかつしびれる、これはまさにモンスター級の辛さかなと。激辛以外の普通のね、まあ普通のね辛い担々麺もありますね。非常にこの味が評判ということで、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログ、あとですねサブチャンネルの方も、最近ですね、生放送多めにやっておりますので、ぜひフォローの方をお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。